今日はですね、ちょっとね、周りうるさいですけど、山沖春蘭さんゲストにいらしていただきました。はい、よろしくよろしく。ですね、どっからかって難しいんだけど、初めてお会いしたのって結構15年とか前かな、もっと前かね。もう20年になってるんじゃないですか。20年待ってます。私のこのマンション買ってからが、そうかそうか、20年ぐらい経ってるんですけど。ああ、その直後ぐらい。そのぐらい、ね。ああ、そういうことですね。はい、あそこの、はいはい、公文画廊で個展をやった時、木村さんが、はい、あの水島さんとか、うん、と一緒に、あ、なるほどね、3人か4人で、うん、来てくれて、うん、その帰りに、うん、そこの角の居酒屋さんに言ってくれたので、うん、初めて、皆さんと一杯やったんですね。なるほど。そうそう。ちょっと声が小さい。はい。もうちょっと奥までします。はいはい。そうすると、あの当時は山沖さんは帝都天霊に勤めてらした。勤めてたと思います。ですね、帝都天霊の説明をまずしていただきましょう。はい、ちょうど私が離婚して1年経ったくらいだったんです、うん、その時に帝都天霊さんから、うん、あの声がかかって、なるほど、社員で、筆工の社員で、うん、来ないかっていうお誘いがあったわけなんです、うん、なるほど。お誘いがあった。なんでそれがあったかっていうと、うん、その水本さんという人がいらっしゃって、うん、その人がその帝都天霊の印刷部にいる頃に、うん、宛名書きの外注先として私がいたわけですね。宛名先の外注、あ、宛名書き、なるほど、封筒の宛名書き、外注さんだったんですね。そうです。なるほど。はい。それでその時に、うん、後でね、分かったことですが、うん、水本さんがおっしゃるには、うん、その山沖さんの宛名書きの字と、うん、どなたかの3つ持って、うん、ご宗家さんに、うん、行ったそうです、うん、その時にこの人のがいいって言って、うん、私の書いた方の文字の方を指さしてくれたそうなんです。なるほどね、うん、そのことがあって、うん、それから何年か経ってたんですけれども、うん、その帝都天霊の私の前任者のおじいさんが、おじいさんは何てことですか。ね、忘れちゃった忘れちゃった。おじいさんいたのね、うん、はい、その人がね、はい、そのおじいさんって何歳ぐらいの人。70で山奥さんは今72ですからね。山口さんまだおばあちゃんになってないよね。そう、その当時は47歳。だからおじいさんっていうのは失礼だね。 お兄さんって言われる。あ、お兄さん、うん、お兄さんが、うん、それでね、うん、もう70で後任者をね、うん、考えてたらしいんですよ。あ、後任者ね、うん、辞めちゃうから。そうそう、次の人をっていうことですね。そう、はい、後任者としの候補として私のことが浮かんだらしくて、うん、それで、お声かけてくれたんです。でもほら、宛名書きができるということと総合的に看板ができることっていうのは全く違う技術ですよね。だけど、うん、できると思ってくれたんでしょうかね。なんでしょうかね。いや、その水本さんが、うんうん、愛媛の大洲っていうところの出身だったんですよ、うん、私土佐の高知でしょ、うん、それで近いし、同じ四国だね。そうそう、同じ四国だし、うん、ご家族ともね、奥さんともお付き合いがあったりしたんですよ、うん、はい、うん、そんなもんで、あ、家族付き合いもあったんですか。そうそれが、それは大きいね。そう、それでお声掛けしてくれた、ね、信頼関係があったんですね、はいはい、それで意外に、うん、まあ私の性格が読まれてたのかもしれないけど、うん、こう勝ち気っていうか、うん、やるって言ったらやるっていう、なるほどね、その性格を飲み込まれてたのかもしれないですねなるほどね。山沖さんならやりきるだろうと、うん、そうね、うん、そうそう、で、まあ、そのお兄さんはいいとして、そうすると帝都天霊さんのどんな方か偉い方がお声かけをしないと
話は進まないですよね。はい、その水本さんが、うん、私が外注してた頃、外注先であった時は、うん、印刷部の方の経理をやってたんですけど、印刷部の経理、はい、はいはいはい、だけどその私をこう呼んでくれた時は、うん、帝都天霊本体の総務部長さん、総務部長、はい、はい、総務部長さんで、はい、まあその採用の、あ、人事もやってた、そうそう、採用のことに直接携わられていたので、もう社長さんとかね、うん、そういうところに推薦してくれたんでしょうね。うん、当時社長はどうだったんですか。星野聖子さんっていう方で、聖子さんが社長、はい、会長は、会長は星野久夫さん、久夫さん、はい、あ、前にもね、星野久夫さんのことは YouTube で、あ、一回あげましたね、お話ししたことあると思いましたけど、でも、その前の動画見てください、はい、うん、前にその星野久夫さんのことは一回お話しさせてもらってると思うんですが、ね、聖子さんのまだやってないね、はい、今度やりましょう、はい、はい、いや、聖子さんも、うん、いい社長さんでしたよ、うん、本当に、なるほどね、うん、私はね、基本的にね、一時にね、みんな切り事言ったりアピールしたり、うん、そういうことより、うん、まあ仕事の仕方であったり、うん、私の場合だったら文字のその実力っていうか、うん、筆耕の実力とか、なるほど、うん、やること行動そのもので信用してもらう方が、うん、一番早いと思うし間違いないと思うんですね、うん、まあそうだね、うん、そうだ、実務がね、うん、そうそう、そうかそうか、前の久夫さんとの、うん、お話の時にもね、うん、申し上げたと思うんですけど、はい、その一回私本当は帝都天霊を5年で辞めさせてもらってたんですよ。ああ、一回辞めたんですよ。一回辞めたの。それ初めて聞きましたね。あ、それは何でかっていうと、うん、ああ、でもこれはちょっと言うと、うん、すごく私が嫌な人に聞こえるけれども、一緒に、うん、私の後に入ってもらった人ね、うんうん、一緒にやってた人が、うん、私はガンガンにやりたいっていうか、うん、勉強したい、できるようになりたい、上手になりたい、うん、会社にも喜んでもらえるようになりたいと思ってやってて、うん、でも一緒に後から入ってくれた人が、うん、頑張るって言ってくれたにもかかわらず、うん、割にそうでもなかったの ね、 なるほどね、うん、私から言うと、でもそれは仕方のないことで、うん、仕方がない ね、 ね、ご家族もいらっしゃったから、うん、私のようにはいかないのは分かってたけれども、うん、私にとったら、うん、その会社にいる時間もすごくもったいなかったの、うんうん、なるほど、仕事のない時は何しててもいいっていうこと で、 私は本当に寸暇を惜しんで、その頃だったら般若心経をいっぱい、写経をいっぱい書いて練習したり、それこそその前任者、前任者にこう前任者が一緒に1年はやらせてくれたんだから、うん、その前任者にちょっと書いてはどうでしょうって、ここの字は書きにくいけど、うん、書いてみてくださいとか、なるほど、そう言って一生懸命寸暇惜しんで教えていただいたりしてたんですね、うん、なるほどね、うん、でも彼女はそういうこともあんまりしなかったし、うん、ちょっと熱量が違ったわけですね。そうかもしれないですね。温度が違ったかもしれない。うん、その、まあそれしょうがないよね。その仕事とか文字上手になりたいっていうその気持ち の、うん、温度差があったかもしれない。そうね、それで、それがつまらなかったんだね。うん、それで私がね、ここで意地悪して彼女を辞めさせたりするよりは、まあ 自分を辞めたら、自分が身を引いた方が綺麗だろうと思って、ね、それで、確かに、うん、それでね、うん、5年で辞めさせてもらったんですよ、うん、1回、うんうん、それで1回辞めて、それは1900何年、何年前なんでしょう、もっと前だね、20年ぐらい前ですね。そうなんだ、1回辞めたの、47から5年勤めたら52、うん、52で辞めた。ちょっと、うん、
そうか。で、辞めて、辞めて、その後、そのまま、うん、そのもう一人の人、私より三つ上の人だったんだけど、うんうん、その人が一人でやってくれてたんだけれども、うん、なんか体調子悪くなったらしくて、当時の聖子社長とその総務部長の水本さんから電話があって、うんうん、彼女が具合悪くなって入院したから、うん、ちょっと手伝いに来てくれないかっていうことだったので、ね、私は恩があるからもう何はともあれ、うんうん、あのやりますと、ずっとんできました。それでやってるうちに、そうこうしてるうちに彼女がもう復帰しないからそのままやってくれっていうことで、2度目に、2度目に、で最初は5年間社員でお世話になったんだけれども、はい、次は、7、8年お世話になりましたね。でその2度目に戻った時に、あの会長の星野久夫さんが、お宅がね戻ってきてくれたら、もう安心だって一言言ってくれたんですよ。あんまり喋る会長さんでもなかったのに、そういうふうに言ってくれたんですよ。それで私はねもう本当にね、あこんなに思ってくれてるんだったら、絶対ね何でもできるように、もう会社のためにっていうか、まあ、喜んでもらえる仕事をしたい、何でも書けるようになりたいと思って結構一生懸命やりましたね。嬉しかったね、何より嬉しかった。代表作はどんなのですか？大きいものがいいかな。テイトテンレイで、テイトテンレイで大きい仕事っていうと、最初はやってなかったんだけど、途中から看板もやるようになったんですね。看板ね。看板っていうのはお葬式の時の看板。そうです。なるほど。それで看板には布の看板もヒノキの看板もあって、布もあるんだ。そう。布ってどういうこと？布なんか布って貼るのどっかに。その白い布に。白い布みたいに貼るんですか。そう。なるほど。最初の頃は手書きで書いた布を貼ってましたね。今はほらプリンターと連動してて、パソコンでこう文字入れたら、ピーッと大型プリンターピーッと出てきて、それを板に貼り付けて使ってますけど、そういう白い布の看板、それからヒノキも一般的な葬儀屋さんなんかよくこうボックスっていうのを箱型に作って行ったんですけど、テトテンレイさんでは本当に木曽ヒノキのいい、マサメっていうところを使った、ヒノキ、90センチかける、4メーター63かな、そういう大きいヒノキの1枚板ですよ。それに直に書くんです。なるほど。それで木に直に書く。そう、ヒノキの板に。あ、ってことは失敗できないね。できない。できない。できない。一発勝負。一発勝負。だけど、それは大変だね。だけど、それまで自分でこう作り上げた、その例えば症状とか、書くときにのやり方、それも自分で編み出したあれだから、方法だから、それをヒノキの特大寸法ね、特大って何メーターかける何メーターって90センチかける4メーター63。4メーター63って山脇さんの身長がだいたい1メーター40だから3倍ぐらい。そうですね。あ、そんなのそれなりに床に置いて書く。そう。なるほどね。そう。ということは何？腰で書いてる感じだね。どっちかというと。でもね、地割り、その症状なんかの地割りの方法も自分で編み出した方法だから、それを、その看板のサイズに応用して、最初に方眼紙に縮寸で、ちっちゃいサイズでまず1個作っていくわけよね。レプリカメで作って、縮尺サイズで鉛筆でこう地割りをするんです、それでそこで見た感じ、それをいざ
その板の寸法に寸法を移していくんです。それで鉛筆でこう下書き、下書き地割りをしてそうするんです。それでいざあの書く時になれば、もう子供の時から会社なんか書いてるから、このコンピューターに入ってるから、鉛筆でざっくり下書きすれば、ほぼ失敗なく、失敗ない、失敗なく書けましたね。ただあのティート・テンレイさんにはお抱えの大工さんも2人いて、はい、その大工さんにね、そのよく失敗したら3万円かかるんだからなとか大工さんが削ってくれるわけですよ。だけどその削る、何ミリぐらい削るのかよくわからないけど、大工さんが削ると、その元々のヒノキの1枚板、それが3万円減るとかって言って結構脅されて本当に脅されて書きましたよね。でも本当に最初から一人でやりましたね。やりました。で一応ね、今回はそのテイト・テイレで作品を作ってたところまでをお話ししますね、はい、で次回はちょっとそこから独立してからまたいろいろ変わってるはずなんで、はい、それは次回にやりましょう、はい、最後はちょっと、ね、ちょっと待って待って、はい、一回締めますから。ね、一言だけ、はい、一言だけ、はい、一言だけ、そのあのヒノキの特大販売で、はい、あの一番皆さんに分かりやすいお仕事っていうと、はい、歌舞伎の中村勘三郎さんが、そうなの、あの結構ね、はい、著名人の方の葬儀の看板を書かせてもらったのが、あ、結構いい思い出、いい思い出です。それは、ね、それまでにできなかったことを、その天霊さんに入ってから自分でできるようになったお仕事ですね、まあ、それは天霊さんの力でもありますね。そうです、もちろんそうです。そういうことですね、はい、分かりました、じゃあちょっと天霊さんがいなければ、はい、私にそういうお仕事が巡ってくることはないですもんね。分かりました。じゃあ一回締めますので、はい、ニコニコ皆さんにご挨拶しましょうね、はい、はい、ありがとうございました。また次回お楽しみにしてください。あの次回もうちょっとニコニコね、はい、よろしくお願いいたします。あの一生懸命になると顔が見にくくなります。はい、OK、じゃあまた、バイバイ、はい、ありがとうございます。